夢色アサンブラ第6回目のゲストはステンシル教室の講師松林喜久子さんです。そうですね。面白いなと思うところはどんなところです？やっぱりこう作品になった時ですね。一番感動っていうかします、はいはい、自分の作品ですけど、やっぱりそのわって自分でこんなのができたんだっていう感じがあります、うん。ステンシルってまあ、自分たちはその学校で版画という世界で知ってるんですけど ね、うん、そうですね。でもっと言えば小学生や中学生の初心者がやるので、うん、なんとなくこう、ね、簡単なという気がしているんですけれども、ね、はい、先生のステンシルは型染めということで、そうですね、はい、染め物という染め物ですね、はいはい。まあ、染め物って普通ね、ステンシル染めって言って普通言いますけど、染め物って言ったら、まあ、うん、液にこう浸してねする染め物とかも、はい、友禅いろいろありますけれども、はいはい、本当に切り抜いて、型を切り抜いて、切り抜いた部分に叩いて染める、はい、はい。だから染色の線って言っても、はい、どっちかって言ったら染めるのでもその染色の線とはちょっと違いちょっと違った感じがありますよね、はいはい、普通にステンシル染めって言っても、はいはい、本当に型染めです。はい、まあ、自分も実はこの収録があるので、うん、ちょっと前に勉強させていただいたりですね、はい、先日東京に行った時にその型紙の展覧会を見たりしてるんですけれども、はい、驚いたのはその型染めってもう桃山時代くらいから、ね、そうです ね、 ですね、あったんですね、うん。しかもその、その型紙というのはもうその桃山時代や江戸時代のものが残っている、うんうんうん、そうなんですよ ね、 ね、染め、本当京都の染め物屋さんもう本当蔵の中にたくさんあるんじゃないかと思います、うん、はい、うん、はい。いや、先生が使われているその材料の中に、うん、その渋紙というのがあるのを、はい、まあ、あるというか教えていただいたんですね、はい、事前に、はい、でそれでこれはちょっとその、うん、自分のイメージしているその型染め、うん、ステンシルと違うぞっていうことをね、うん、思ったんです。あ、先生そのもう最初の頃から渋紙を使われてるんですか？はい、もうこれで習いましたから。あ、はい、最初に習われたのがそこだったわけですね。最初からこの型紙だったです。はあはあ、だから他の型紙はもう全然頭になくて、もう最初この型紙で、うん、はいはい、染めるっていうことを習いましたから、はあはあはあ、それはしっかり守ってます、はい。はあ、それは、はい、なんていうか奥の深いところを一気にこう見られたわけですね。たまたまかどうか分かりませんけど、はい、いろんな型紙が、まあ、うん、今本当便利な時いろんな本当強い紙もっと安い紙いろいろあると思うんですけど、はい、なんかこだわってとてもこの型渋紙にはこだわってこれを
使い続けていきたいという、ありますね、なぜか。はい、まあ、今ね一般的によく使われているのはその、フィルム、そうですね、フィルムですね、うん、はい、ああいうこうなんていうか、うん、まあ洋物って言ったらそう洋物、そうですね、本当そうですね、うんうん、だからそれに対して先生がやられているその、うん、まあ、渋紙のその、うん、まあ紙もそうなんですけど、はい、こう作られている生徒さんが作られているのを見ても、うん、非常に日本的な、うん、あ、そうですね、はい、日本画のような思います、はい、ですね、その通りです、はい、あの元々がその先生、高校の時の恩師の先生が、はい、あの日本画専門の先生ですから色付けも日本画で結構学んでますから、うんうんうん、多分色味が指導する時もそれがちょっと出てるかもしれません。いやいやいや、はい、先ほどあの、はい、多分そうだと思います。ぼかしにしてもいろんなことにしても多分そのやり方がかなり影響してるかもしれません。いや、はい、あの実はそう思いました、はいはい、だから先生がこう指導されてて表現されている中にその、はい、まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、うん、版画という世界もだけど、はい、あのいわゆる絵画の世界がかなり色濃く、ね、はいはい、感じられてリアルに、はいはい、あの本当に絵で描いた方が早いんじゃないかしらと思うぐらい、ええ、あのどちらかと言ったらあの忠実にリアルに染めてもらってます、うん、あ、いやあのでもそのなんていうんですかね、色彩線、はい、あの感覚っていうんですか、はい、あのその型紙店というのに行った時にですね、うん、その感じたのは、うん、やはりその例えば欧米にすごく影響を与えている、はい、ね、あのアール・ヌーボーとか、うん、そこにも実はその日本画のあの色の世界が、うん、かなりあるんだなっていうことを、ね、はい、感じたんですよ。だから先生が今回指導されているのを見て、うん、やはりそれを思いました、うん、ええ、だから本当、まあ、こんなこと言ったら失礼ですけど、真っ当にあの日本のその型染めの文化をこう、ね、うん、やっていらっしゃって、うん、生徒さんもそれをこう、うん、勉強されてるんだなっていうのをね感じました、うん、はい、自分の下絵をトレーシングペーパーに鉛筆で写してください、はい、曲線を多くしてしまったのは結構大変な道を選んだ気がします、うん、この通りにカットが果たしていくかどうかは、はい、お楽しみですね。型紙を強くする意味のローをかけます。何度も何度も使えますからね、型紙。じゃあ切ります、はい、これどっから切ったらいいとかいうのは特にないですね。今端から微妙なのがですね、ここがありますから、ちょっとここもちょっとこの筋ちょっとやめてくださいね、切るのに。ここ残して、線のところ全部カットして、ここもちょっとだけここ、はい、で切らない、ここも切る。すごく繊維が、そうです、そうです、そういうことです、はい、切りがいがいいですでしょ。そうです。結構力入れるかもしれない。いや、みんなあのこの曲線で苦しんでるんですよ、なかなか切れなくって。あえて曲線しかないのしか、いや最初から曲線が多かったから大丈夫かなと思ったけど、見事に持ってました。びっくりですね。取ります、はい、はい、わ、すごい、できました。バッチリ。じゃあもう置くだけで、上から上から置くだけで解けます。はい、解けました。はい、これで型紙の出来上がりです。はい、はい、いきなりこんなんしたらもう中にビッと入ります。だからここで残りを染める、たたき染める、はい、で、はい、ちょっとやってもらったらいいんですけど、トン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 、さっき、はい、叩く、トン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 、そうですよ、上手になったら音が違います、トン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 、はい、トントン、そうです、そうです、優しいですね、もっとそうそう、強く強く、しっかり、こんなんでいいの。あ、いいですよ、いいですよいいです、いいです、疲れるかもしれないけど、たくさんしっかり染めれば濃くなるし、優しくそっと染めれば薄くなるし、素
キレスを挟んで、そうですよ、そうですよ、はい、なんというさあ、どうなってるか、撮ります、じゃんじゃん、あー、かわいい、はい、本当に出来上がり、完成です、完成です、くまちゃんです、お洗濯 OK です。藤島さん、具体的に体験されちゃったわけですけど、はい、素晴らしかったです。どうでしたか？もうそのステンシルはさっき会長さんが言われてたように簡単かなって思ってたんですけど、うんうん、ものすごく力がいるしものすごく細かい作業もあってすごい難しくて、いい体験でした。なかなか、はい、切り口鮮やかっていう、いやびっくりです、本当にびっくりだったですね、はい、だからかなり力が入れて力が入ってたんだなと思いましたけど、集中すると息が止まるみたいな、なんかそんなすごいなんか感じましたね。でも渋皮を使われてて、うん、あれがすごく硬いの で、うん、でデザインナイフでちょっと力入れないと入らないんで、そこはやっぱり力仕事ですね、うん、力仕事です、うん、本当にそうです。デザインそのものはどんな方です？は、クマちゃんを、可愛いクマさんを、で自分なりにこう、うん、ステンシルだったらここを切ろうとかいう風に考えてきたんですが、うん、やっぱりそれだけじゃ足りなかったので、うん、先生にご指導いただいて、うん、ここもちょっと残した方がいいよとか言っていただいて、うん、ちょっと変更しました、うん、なるほど。版画というか型染めというか、うん、1回型紙を作ってしまえば何回でも刷れるわけですよね。はい、本当そうですね、はい、例えばあれをこうずらしたり色違いしたりして楽しんでいけるということですね。ちょっと前にお話伺った時に例えば何年でも残るのよというふうに、そうです、もう本当にそうです。もう30年経ってもまあ、少しは最初もう染めた時のと少し薄くなるかもしれないけど、うん、30年経ってもどうもなりません。そうですか、はい、ありがたいことで。じゃあ藤島さん、今日作られた分は30年経っても使えると、はい、はい、我が子が大きくなってこれお母さんが染めたのよって言っても、はい、綺麗に残ってると思います。あ、僕の代まで、はい、はい、こういう細かい模様って本当大変というか、なかなかこう時間のかかる仕事じゃないんですか？そうですね、このあれがね、切ったところが全部バラッとばらけないように切り損じるんですね、つなぎをちゃんと残しておかんと、必ずどっかがつながってないといけないんです。わかります、わかります。緻密なものをね、はあ、やれば面白いんですね。なるほど、はい、ここにお持ちいただいた作品は、これは先ほど松林先生型染めを教えてらっしゃるけれども、もう一つの顔として絵を描かれていると、その絵の方ですね。先生、これはちょっと画材も普通のと違うような気がするんですけれども。そうですね、水性カンバスです。水性用のカンバスです。これだから自分でこう貼って、はい、はい、カンバス貼って、だから普通の油絵のより目が小さいですね。はい、でこの絵の具は、絵の具はガッシュです。水性のガッシュです。はいはい、不透明な絵の具ですね。はい、そうですね、ちょっとマットな感じですね。はいはい、うん、いや先生が先ほどからご指導されてる色彩センスっていうんですかね、はい、色のことをこう、はい、これを見た時に、あ、はい、先生かなりねこう色を鍛えられてるっていうのはちょっと言葉があるんですけれども、はいはいはい、かなり研究されたり考えられたりされているということですよね。はい、年数だけは
立ってます。ガシって使いにくいでしょ。いやそんなこと慣れたら、はい、慣れたら本当にあのポスターカラーとか、はい、あの絵の具と変わりません。あ、そうですか。はい、失敗した時にあのアクリルガシだったらね乾いたらもう絶対にもう取れませんけど、はい、あのまあ、例えばこの色は気に入らないとかなった時にやっぱどうしても抜きますよね、はい、でカンバスがあの見えるまで全部色を抜き取る、この作業が一番しんどいんですけどね、失敗した時に。でその抜いてあのまた塗り直すんですけど、あのこれは上から重ねても下の絵の具が消えるよとおっしゃったんですよ、うん、で一回やってみたんですよ、はい、でもその私の場合はこう細やかなぼかしを入れますから、うん、ぼかしをこうして濃い色と薄い色をしてぼかしをした時にやっぱり上に重ねたら下のがやっぱり少し出てくるんですよ。で綺麗なぼかしができないから、うん、ちょっとこだわってやっぱり失敗した時にはもう最初のそのカンバスの字が見えるまでしっかり取ります。うーん、はい、そうですか、はい、なるべくその時のその様子をまあ、忠実にリアルに書き残したいなというその思いはやっぱりありますね、ものすごくね、うん、先生が例えばオリジナリティっていうことを、まあ、こだわって、はい、やはりあの生徒さんの方にもそういうオリジナルなものをこう考えてやるように、うん、はい、そうですね、はい、うん、あのなぜかって言ったらやっぱり人それぞれはやっぱり違う得手不得手がありますからね、うんうん、例えばあのデッサンは好きな、あの大丈夫ね、うん、好きな人、うん、であのデッサンしてもあの実物大じゃなくて 1.5 倍か2倍ぐらいじゃないと描けない人、はい、逆にちっちゃくしか描けない人、はい、いろいろありますよね、うん、であのカットにしてもあの細い線彫りの方があの合うっていう人で、やっぱりそれぞれ色の付け方にしても、うん、例えばデッサンとか切るのも本当苦手だけどあの色付けになったらもう生き生きしちゃってもすごいこう元気でてとてもいい作品ができたりとか、それぞれ違うんですよね。だから私はそのそれぞれ違う、うん、要は出来上がった時にいい作品ができればいいんだって、はいはいはい、その過程はもう、はい、それぞれ違いますから、うん、やはり自分が一番楽しんで、うん、まず自分が楽しんで、うん、苦痛になっちゃいけないから、うんうん、はい、楽しんでやったら絶対作品もいい作品が出来上がると信じてますから、うん、はい、あ、はい、あのオリジナリティにこだわるというのは、はい、やっぱり先生ご自身がその、はい、自分がそう、先も世界に一つということをおっしゃってましたよね、はいはいはい、やっぱりオリジナリティというものが自己満足というか自分の満足には一番大切だった。すごい大事だと思います、うん、それも高校の時なんですけど、やはり一番最初、うん、高2の時に検定に絵を出した時に、はい、1ヶ月かかって3次号の絵を描いたんですね、はいはいはい、そしたら先生が搬入2日前に先生のご自宅に持って行った時に、はい、これね誰でも描けるじゃない、うんうん、って自分でしかできない絵があるでしょうって、はい、2日あるけど描けるっておっしゃったから、うん、2日しかない、1ヶ月かかって描いた絵を、はい、2日しかないの無理だなと思ったんです、はい、とっても怖い先生でしたから、はい、やる？やらない？って言われて、はい、やりますと言って、はい、泣く泣く30号を自転車で我が家に持って行って、はい、でやるんだったら、うん、ちょっと待ちなさいって言って、うん、大きな真っ白の絵の具で、うん、その30号完成した絵に、うんうん、真っ白の絵の具で丸1個横棒1個、その絵もだからダメなんです、その絵にももう飾れないです、うん、もう絵の具入れられちゃったから、はいはいはい、それでもう2日で描き直してらっしゃいって本当にあの時はでもあれがあったから、はい、はい、今の自分がある、はい、今の自分があります、うん、だからもうその先生には、うん、あの父や母と同じお年の先生でしたから、うん、もう亡くなりになりましたけど、はいはいはい、その先生のその高校2年の時のご指導があったから、うん、今の自分が本当に話す思い出したら涙が出てくるんですけど、あの本当に2日で頑張って、はい、母も一緒について徹夜してついててくれましたけど、はいはい、あの頑張った2日間で今の自分の絵がありますから、はい、これはとっても大事な経験させてもらいましたし、はい、うん、皆さんにもやっぱりよくこの話は、うん、あのしてるんですけど、はい、うん、とても大事なことだと思って、オリジナリティ、ね、はい、自分にしかできない作品、ね、やはり教えられたように私も生徒さんにそれはこだわって言い続けていきたいところです。松林先生、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。